全部完歩して、うん、今年もいいことがあるといいなって、ね、ゆっくり焦らず楽しみながら周り見ながら行きたいと思います。じゃあ今から頑張ります。よろしくお願いします。こういうあれだね、こう髪も落としてはい、お待たせしました。この七福神巡りで七千歩っていうことがありまして、皆さんねそれぞれあのお参りしながら歩けるっていうことがいいんではないかなと思います。まずあのお参りしてあの心を安らかにして、それでなんか1年間無事に過ごせばいいなっていう、そういうあの思いでお参りさせていただきました。すごくあの楽しくあのお参りさせていただきました。